僕は逃がさない。いってらっしゃい。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。現世に漂う忍びの魂は何を思う。志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である」「聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか。それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない。あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。
それに赤やむよ君の方もひりょうれん赤大輪にはみぬりょう。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。リオビちゃん、あれ？お姉ちゃん？料金よ。お姉ちゃんに触らないで！おお、お前たちは。誇りを舞い掲げるわ。
し。忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、リョウビちゃん。はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚。そっか、リョウビちゃんは病気お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。だったらリョウナちゃんが緊張を解きほぐしてあげる。ね、せーの、こちょ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 。ちょっとやめなさい。くすぐったぐらいで解決する問題じゃないんだから。だったらどんな問題なの？それは、その心の準備よ。心の準備？ああ、そういうことか。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズ。そういう変態チックなところ姉さんに見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん。良きお姉ちゃんはリョウナちゃんのこと大好きだもん。リョウナちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。リョウビちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に病気お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、病気お姉ちゃん絶対会いに行くからね。姉さん、今更どんな顔で会えばいいのよ。
リョウビちゃん、リョウナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間が始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島私を止めることはできません。いってらっしゃい。さあ皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。んごーと魔王は雄たけびをあげた。んごーミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと書けないの？登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。うわあの、皆さん、私の声は聞こえていますか？ミノリも一緒に叫びたい！うわみんな、いい加減にしなさい。ユミが困ってます。今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。あ、っていうか夜桜ちんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。はーい。ありがとうございます。夜桜さん、これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから、ユミはユミにしかできないことをやってください。ありがとうございます。夜桜さん、本当にいつもいつも感謝しています。
私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか。どういう意味ですか。夜桜さんから五光が指しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。うわー、夜桜ちん、マジで五光指してるんだけど。夜桜ちんの後ろがピッカピカに光ってる。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと？ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体？なんかヤバくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。沈みまし。
しなさい。私が正義です。なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感します。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。最高評価をいただき恐悦至極に存じます。ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。私、自分の部屋に戻ります。ずっと引きこもることにします。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。でも重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった。そうだね、お姉ちゃん。私もう少し頑張ってみる。偉いぞ紫、それでこそ僕の妹だ。ではもう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さないからな。イム？お姉ちゃん？あ？なんで二人とも引きつった顔してるのさ。お前、おでこが広がってるのか？え？みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない、すごく光ってるの。ピカピカと。おでこが光ってるって、そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている、ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん。おでこが光っててもお姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていてもイムはいつまでも大切な仲間だ。
だから光ってるわけ。あ？なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。ほら見たことか。だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。待てイム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。え？紫、二人とも無事か？ああ、僕たちは大丈夫だよ。それよりもここは夏の砂浜。どういうことだ？海は、太陽は濁って、暗く締め切った部屋に帰りたい。イム、紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。ふんふん、とても嫌な匂い。状況がまだ飲み込めないが、殺気を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよミヤリ、久しぶりに人暴れと行こうか。誇りを舞い掲げよう。任務開始。おーっと待ってやろう。力に遅れてくるぞ。終わらせる。終わらせて飛ばしてやろう。遅れてくるぞ。燃え尽きろ。終わらせる。遅いんだよ。力が遅れてくるぞ。遅いんだよ。さあ、手応えのない連中だったな。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきた奴らと同じだよね。ああそうだな。見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか両尾と両尾の可能性はあるな。二人の匂いがする。
リョウビとリョウナの匂いか。二人もここに来ているんだな。うん、この匂い間違いないと思う。紫、案内を頼む。急ぐぞ。あれ、リョウビさんとリョウナさんとそっくりの匂いがもう一つ。この匂いは誰？当然の評価だ。